もうこっちでええんです。上がった後ってもうそのまま降ります。じゃあタイヤ越えて、タイヤ越えて忠実に、はい、うん。よいしょ。こっちです。いや、ナイス、さすがです。おおおおおおナイス、ナイス。すごい綺麗なラインでしたね。あそこ以外ゼロで行かれ、あいいよいやすごいねこの深さ、うん、あのラインが一番平坦なんです。うんうんうん、すごい綺麗だった。どうやったらポコンポコンって跳ねるもん、ね、うんうん、なりそうだったけどう行くんかなと思ったらめっちゃ綺麗だったっすね。でもこれがエスケープなんだけやれんすよね。ね、一番左ゴリゴリ上がった方がいい。全然楽っすよ。ここを頑張って上がってもさ、あーエスケープかーってなる。あナイスナイス、おい、ナ
いっす。あとはカサさん一人みたいな。カサさんいかにゃいけんみたいな。いかんで、もういいよ。お。あ。今に。ああ、弾かれた。これぶち弾かれるっすよ。ねえ。ね、もういや。この辺まで乗ったら、もう大丈夫かなみたいな。あこ、あこちゃんと S 字階段上手だ。うんうん。ハレカさんのライン見たただもう、もう粘らんす。ここ怖いっすよ。最初ちょっと、見たら。でしょ？これ登れるけど下れないじゃないですか。右、左、右。でも左からバーっと行って、あの石は避けるだけだったっすね。三連の石は避けようみたいな感じだったっすね。なんか。はあ。まあ下手にいろいろできんもんね。できんできんです。結構連鎖だけはまっなるべくまっすぐですよね。うん、だけどちょうど俺あの多分石と石の間行ったはずなんですけどね。多分うんうんうん。ちょうどもうここでまっすぐ行けるわ。あ下行けみたいな。これ無理じゃ。動くわ石が、うん、まあもうみんな走ってないですもんね、うん、ここ行くぐらいだったらこっちやった方がいいですよね。いやどうかね。ああまさか、あっちはやっぱ難しいですよ。あれは難しい。あっちの方がシャド的にミスったら。ああまあ確かにね。でここも大変だった。畑ミスった。うん。はい。お、えい。ナイス。ナイスです。さすがです。さっきの向かったは、今思ったより食うんだね。ハレカンさんと一緒のラインだったっすね。いやでもあの石まっすぐ越えまあ避けれるもん避けたらいいっすね。難しいこりゃ。これは難しいわ。うん、こうだっただと思います。できるんかなあれ。タイヤ。左かな、うん、俺も一番左ですね。か右からだって2番目だ。それ以外ちょっと下が本当が大変ですよ。ナイス。Thank you.
素晴らしい。完全にビビッドですけどね。うまい。うまい。怖いこれ。あ、俺ようできんすわ。うまい。おお。レーサーだけいけるのあるか。へえ。プロは鼻使えるかもしれないですね。加藤さんと同じように行ったら行かれんか。加藤さんおしゃれじゃない、おしゃれだったっす、ね。うん。マジで。一番すごいだったっすわ。うん、俺だって上がった瞬間木があると思ってブレーキかけたからちょっと。怖ってなって。怖ってなって。あれ裏からやばいって見とったら絶対左ないもん。ああそうなんだ。だけど俺ちょっと一回登った後に変に登っちゃった。はあはあ、これ知らずにいたらやばい。ちょっとビビるよね。はい、完全に上で変な動きだったから、ずっと変に追いかけてしまったっけ。怖っ。はい、俺もちょっと今肩痛いなと思って。嬉しい。あれで50センチぐらいだった。あんたね、あれじゃないけど。次行きましょう。次。はーい、大丈夫。鍵曲がった。え。いいっすよ、ちょっと待ってもいいっすよ。あ、これを、俺はもう間を。もう間をゴリゴリ押して。うん。さすがです。ハレカンさんどう降りるんですか。ハレカンさんだったら俺ずっと右右行きよったんですよ。正解。あーがやっぱりええんすかね。よいしょ。多分あれが一番楽なラインだったと思う。これ残るんですか。そうです。多分この真ん中ラインが一番真ん中こ、うん、この正面の、うん、あの真ん中の辺に根っこが見える。あそこまで行ったらとことこあのちょっと上にもう輪立ちがあって、あん中に入ったら確か変わってなかったら、はい、いい
どのラインがハレカンさんは？俺真ん中しか行ったことないじゃん。あ、やっぱ真ん中っすよね。真ん中。右は怖いし、右はないな。あの右谷が決めたらもう1時間とか。左がなんかポコポコンしないけん。うん。でもなんか真ん中の方も結構掘れとるような。いや感じに見えるんですけどね。でも早い人とか右から行っとったりした。ああしてました ね、 動画があったね。うん。早い人は結構右から。探り探り。これでも左の方が楽かもしれんすね。ああ、あれが楽かもしれん。危ねえ、ライン間違えた。右は一番上が。ギリギリでした。もう私通り。走る私通り。私のちょい右。私の一個右の斜面を行きたい。まだ今日ら噛んでくれる系ですね。入った。ああ。ナイス、うまい。うまい。あ、牛乳で手出るんじゃん。怖い。よくね。うん。V3 サイズはよくっすよ。そうね。怖い、ここちょっとでもびっくりした。まあ、みんながハマっとるとこですよね。牛乳裏違うんじゃって。そうそう。なんか、あっち逃げた方が。ナイス。いやトルクに助けられとるよね。いやこれちょっと面食らうっすね。知らんかったら。そう、なんか和田に入れたらなんかハマるイメージ。そう、一緒っす。こんなになっとった。うん。あ、これじゃあ変わってない。こうやって持っとるラインありますもんね。じゃあ変わってない。うん、これはもう持った後だったっす、レースの時は。うわ、怖かった。いや
やいやいやいやでしょ。やー、怖かった今。めっちゃ怖いよね。ラインが違うよ。そこ深い。うん、多分深い。ナイス。おお。まっすぐでもええし、左
るんだな。しんどっ。こっからは左に降りてショートカットの ショートカットのルート、うまいな。あら、落ちた。躊躇しました。思いのほか車体が立ってちょっと焦る。あこで飛んだ時に、どうするかを。よいしょ。これは厳しい。ちょっとギア先を。いや、フロント落とすためにギアを右に振って。はい。あの感覚がわからんっす。よいしょ。よいしょ。俺はもう楽なラインしか走れんので。よくしてはわかるけど、どのラインなんだ。いや、どこまで行くのかな。それ聞こえたって誰も知らんけど。入れそうなのかしら。いやでも一瞬長いな。長いっすよね。2周ぐらいしたらなんかもういいかな。何周したんでしたっけ。あれ2周です。もう2周で
いっぱいいっぱいでした。本番でさ、1周30分で回れてもさ、おじゃあおさらいしようよと3時間かかる。なるほどね。うん。いいよ。これ曲したの。いいよ。なんか、ヒルクライム練習したいぞ、ちょっと。なんか別にきついヒルクライムじゃなくて、なんか、助走なしで練習したいですよ。ほぉ。あっち側がいいかもしれない。あ、そう、それか、その、持ってる。そんな練習したいですよ、ちょっと。